いやおお、ニレンインポスターか。今日はインポスター引く日ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、除染が、はい、除染が終わりました。ナイス。おお、だいぶずらしました今時間。ねえ、ありがたい。寝かせましたね。貨物で湧いたら何もなくて、ずっとぼっとして。またミーティングが上がったら慎太郎さんがいて、慎太郎さん右ガン出してったので、ちょっとヘイトを買わないために、皆さん。ヘイトを買わないように。ちょっとってなりたくなかったんで、ちょっと遅めに押しました。よかったです、誰も死んでなくて。優しさ。まあ、右上でフェイクタスクしてエロちゃんさん殺そうと思ったらボタン押されました。だいぶ近くに来ました。フェイクタスク自由のフェイクタスクの時代だからね。カーゴ本場系でもやるか。青、赤、赤、緑。よし、お、ナイス。ちょっとトイレタスクしてきていいですか、リアルの。あ、じゃあ投票をゆっくりしましょうか。あ、ね、リアルのここゆっくり。え、じゃあちょっと私飲み物取ってきていいですか。宴会だな。宴会だな。宴会に飲み物取ってきていいですか。いや、ちょっとめっちゃ飽きます。めちゃめちゃ自由だな。よかったな。ホットボトルでやれよっていう人いなくてよかったわ本当に。大丈夫です。優しい。うん、停電来るかなって思って貨物行った瞬間に停電になりました。早かったね。しかもエロちゃん初手ボタンもつくれてるし、白目が上がってます。確かに。やっぱエロちゃんそこ直してくれたなんですね、速攻で。今日ヒーロー名乗っていいですか。いいと思いますよ。直したな。直しただけなんよね。これでインポスターだったらウケるな。さっきの発見できなかったのかな。2回前。いやもう2回、前世の記憶はない。あ、前世の記憶ないか。うん、ないよ。みんな初めましてっていう設定なんで。そうっすね。なんか水取りに行ってる方もいるからゲームの話していいのかなって。そうだから皆さん今日どうすかって関係ない話だったんで。いや、ただいまです。おお、はい。やっぱあれですね、トゥールンってなった瞬間に行きたくなるって気持ち分かりません。ああ。感想戦で、あ、なんか、あ、トイレ行かなあかんなと思って、なんか、でも気づいたら、よいしょ、あれで戻りました。お、大丈夫です。戻りました。いや、申し訳ないです。なんかゲームとゲームの間が、ゲームとゲームの間がちょっと短い感じでやるんで、どうしても。青木まりこ現象みたいな。本屋に行くとトイレ行きたくなる。トイレに行きたくなるやつか。それ青木まりこ現象っていうんですか。青木まりこ現象。そうなんだ、知らなかった。勉強になりました。グロ、まあ、インポスター引いたらね、やっぱ気分悪くなっちゃうから分かります。なるほどね。そのケアから。なるほどね。その言葉がインポスター。リッチ、着せ替えタスクやりましょう。絵画鑑賞でもしとこう。いやなかなかおつなもんですな。
ブリッジ1、2、メインホール1、エレクトリカル1、カーゴ1、シャワー1、レコード1。発見したのは秋風さんですが、直前までバイタルを見ていて秋風さんしかキルされてなかったので、エロちゃんは直感。あ、めっちゃ直近ですよ。あ、僕エロちゃんさんをキッチンで見て、僕はセキュリティの方行って、うんうんうん、エロちゃんさんは多分武器庫の方行ってると思います。だから行って通信室、エンジン、コックピットあたりだと思います。はい。で、秋風さんの死体は診察室からの扉開けてエレキに入った瞬間光りました。うん、エレキの一番右の部屋ですね。エレキで一緒にオラフ君と道に迷って、多分 3のところの行き止まりに一緒に行ってたみたいな感じですね、今。そうですね。アキちゃんが、シャワー室からメインホールエレキに多分行ってると思います、うんうん、シャワールーム下から慎太郎さんと一緒に多分行ってます、はい、正解です。慎太郎さんと一緒に行ってるんで、慎太郎さんの動き知りたいですね。秋風さんと一緒だったのはシャワーとメインの間までですね、うんうん、僕は秋風さんに扉を開けてもらって、で僕はメインに行って秋風さんは見えなくなったんで、まあ多分電気室に下った形かなって思います。うん、で慎太郎は最終もメインなんで。なるほど。慎太郎さんメイン、畑迫さんはどこだっけ。畑迫はアーカイブで舞妓さんと会ってます。はい、誰かカメラ見てたんで。ゲンさんじゃない。ゲンさん、うん、ミュートしてました。はい、現のカメラ情報で結構詰められるかなと思って、カメラで確認できたのが残り10秒ぐらいの情報な、10から15秒ぐらいの情報ですけど、真由子さんと畑迫さんをアーカイブでお見かけしました、うんうんうん、はい、でそのさらに前だと藤宮さんとか慎太郎さんもちらちら見えるっていうのがあります、うんうん、はい、なんで、まあ、この4名はとりあえずエロちゃんさんキルには関われないかなっていう印象です。あと藤宮さんセリフだけど、一応それは、まあ、僕は秋風さんの方なんで、秋風さんの方はエロちゃんさんは長期金ということなんで、実際私エロちゃんさんをカメラ見始めの時にご一緒してます、セキュリティで、うんうんうん、セキュリティ見たの。はい、でカメラパパって切り替えてる間にもういなくなってたので、なんでその後キッチン来たんかな、エロちゃん、はい、でその後サントさんで、サントさんがそのなんか入れ替わりくらいで入ったのかな。あ、見た見た見た、あの映らないとこでエロちゃん見たわ。あ、見ました。見ました、見た見た見た。あ、気になってるのはちなみにオラフさんです。すみません、ちょっと私の情報からと、次オラフ君に質問をしたいんですけれども、ゲンさんのおっしゃる通り、セキュリティとキッチンの間のあの後目映らないところでエロちゃんさんが左に行くところ時に私が右に行って、その後セキュリティに入りました。でその時エロちゃんは行っていて、キッチンの方に抜けていて、エレクトリカルで私1タスクした後に、右に抜ける道をタスク探そうとしてオラフ君と合流したんですけども、オラフ君ってあのエロちゃんを見たりしましたか。うん、見たって一番最初に言いましたよ、うん、キッチンで見て、うん、でキッチンで見て、僕はセキュリティの方に行ってるんで、エロちゃんさんは武器庫、エンジン、通信室、コックピットかなって行けてっていうのが僕の主張。あ、その時も生きてたのか。あ、生きてました。キッチンで生きてるエロちゃんさんを見て、僕はセキュリティの方行って、動き的に武器庫の方に行ってる動きだったんで、うん、そっちかなって感じ。ではオラフ君視点で、私とゲンさんができないのが出せる。あ、エロちゃんさんは出せます、出せます、うんうん、エロちゃんさん、エロちゃんのキルの方で、はい、ナルトさんはどういう行動してました。僕金庫室に入って絵画ずっと見てたんで何にも分かんないです、うん、ほぼエロちゃんに関しては。ちなみにね、金庫室は確かにナルトさん一瞬チラって映った気がします。あ、なるほど。確か、すいません、9体前で。あ、慎太郎発言すると、はい、僕は結構サントスオラフに見えてます、現状は。ニロイチがね、うん、ってぐらい。なんか証言の合わせ方が、サントスさんが、まあ秋風さんのキルは一番近そうですけど、まあエレクトリカル2人いたんですもん、サントさんか慎太郎さん、うん、うん、ちなみにゲンがオラフさん怪しんでる理由としては、うん、あのニケルが起きた日、オラフさんとゲンがキッチン脇だったんですよ。
はい、合ってます。で私が、ね、あの停電起こったじゃないですか、はい、停電までご一緒した後に私セキュリティ行って、その後もずっとオラフさん左におられたってことになるんで、あ、そうです、合ってます。ちょっといやそうなんですけど、ちょっと長すぎないかなっていう。サンバグラフローラーにします。他視点それで、いや白アルト、まあ、一応アルトさんも向いてるんで、いや僕は反対、ね、アルトオラフで一致すれそうです、ね、僕本当にずっと見てたんで何にも情報分かってないです。あ、やべ、エロちゃん、うん、おぶね、正直まあほぼ片作前とは隠しろで見ていいと思うので、あーローラーで、ありがとうございます。やった、私はローラーされちゃう。え、デッキー、え、デッキー、ちょっと早いかな、サントスさん。はい。あ、ゲンさん死んでる。いや、ケンさんちょっと前にエンジンの方行ったの見た。待てよ、私は今奥を確認せずにボタンを押したが、ん、あ、僕を疑ってます、うん、ちょっと待って、今ケンさんと私一緒になった気がしたけど、あれケンさんじゃなかったか。ちょっと前に宿舎前通路では見たけど、あれ、あ、いった、ごめんなさい、ちょっと今マイク大丈夫ですか。ごめんなさい。あれ、今回詰めれないなら結局さっきのエロちゃんキルの容疑者でオラフ君目線でゲンさんとサントスさんを弾けるのであれば、オラフ君目線アルトさんしかいないんじゃないですか、エロちゃんは。そうなんですよね。だからでもゲンさんにカメラでちゃんと見られてますよ、金。そうなんですよね。そう、それがあるんで、あ、だから僕ボタン前で釣られようと思ったのに足食ったな。ひどいをしてるから、あれ、あ、あって、まあ、あのこれ僕、うん、いや、いや、ごめんなさい、こうなったら反対で、さっきの、8人2ローであれば、サントスオラフのローラーをしていただいてよかったなと思って、一応落ちちゃったんで、今さっきのローラーって結局、アルトオラフでローラーって話になってたんじゃないですか。そうそう、エロちゃんの容疑者がそこしかもうないんじゃない、まあ、慎太郎さんがメインから分かんないですけど、ここはアーカイブに映ってるところを原さんとかに見られてるんで、そうそう、まあ、僕も見てるので、とりあえずオラフ付近でいいんじゃないですか。いやでもいたよな、ゲンさん、ミーティングに。いや、ミーティングにいたの、マヨコさんとしたら誰が容疑者になるんですかね。オラフさんがはしご上にいて、で、私が一回はしごを降りた時に入れ違ったのがゲンさんだった気がするんですよね。知らかったような気がする。いないです。僕はもう、僕は含っていいと思います。マヨコさんの情報が正かどうかだけ。いや、マジで、ちょっと待ってください。僕に発言させて、藤宮さん、僕に発言させてください。はい、僕は容疑者なんで、ミーティングには僕一人しかいなかったんですけど、まゆこさんがもう、ゲンさん、登ったって言います？登ってたと思います。それがいいならもう、あ、じゃあもう僕に投票してもらって大丈夫です。二郎いるんで、リアクターのケアとか、あー、でも、あー、もう負けか。僕はアーカイブ側、あー、オッケーオッケー。これ、マジで二郎残ってるんで、いや、本当に登ってないっすよ。マジで、ゲンさんミーティング行ってないんで。まあ、マイコさんが狼かな。いやー、申し訳ない。村の皆さん、二郎残ってます。エンジンルーム、配線だけやっちゃおう。よいしょ。お見事です。間に合わなかったです。わー、うまっ、ありがとうございます。マフ君ごめん、マジかー。うん、私登った後降りてるんですよね。あ、降りてるんすか、はい、見てなかったな。全然治んないんで。そう、あれ今誰も、あ、キルクール溜まったか今ので。いや、僕が押しに行ってキルクール。いや、申し訳だ。いや、登ってないんすよね。いや、ごめんなさい。
時間的に銀さんと登ったらミーティング右で殺してる場合、登ってない情報を最後持っているのが私とアルトさんなんですよね。そうだね。あーそうだったんだ。いやーマジか、私登ってる銀さん見て降りちゃったんで。じゃあアルトさん金庫にいました。私あ金庫にいました、ずっといたんですけど。いたのは事実ですね。あのキルクール溜まるまで絵画見てて、うん、キルクール溜まったんで、そっから飛ぼうと思ったら、ちょっと普通にドア開けて移動したらエロちゃんと合流して、アドミン確認しに行った時にエロちゃんがそのまま U ターンして引き返していって、で多分その辺でキッチンあたりで見られてるんじゃないですかね。あ藤宮さんカットインしてごめんなさいね。いやいや、あれはオラフ君に喋らせるべきです。申し訳ない、いや申し訳ないです。ちょっとゲンさんいなかったからどうしとしていいか分からなくて、いや俺もちょっとミスリーしちゃったな、ごめんオラフ君。あ全然大丈夫ですよ。いやもう僕がねあそこで釣られたらよかったんですけどね、あの盤面で8人盤面の時ミスリーしちゃった。あボタンがなかった、押せなかったんですよね。めちゃくちゃいいキルでしたね。でもうまかったな。いやマジか、うん、